こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているこちらの2つを引き揃えてバッグを編んでいこうと思います。こちらがメランジドリコのアプリコットっていうカラーですね。入ったのでこれがアクリル 100%、 50g、 約 90m 入っています。かぎ針が8号ですね。こちらとポストカード、こちらがピンクです。入ったのでこれがアクリル 100%、 25g、 約 140m 入っています。かぎ針が2号です。こちらを両方糸を取り出していきます。はい、こんな感じで今回は3本取りで編んでいこうと思います。ポストカードの糸を2本にして、でメランジテイストを1本にしました。3本を1本のようにして編んでいきます。で今回10号で編んでいきます。でいつものように連続で進めていこうと思います。輪を作って、輪の中に針を入れて、で糸を持ってきます。で立ち上がりを1つ、で輪の中にいつものように細編みを6個していきます。これが1つ目。1つ目のところにマーカーつけていきます。マーカーつけて1、2、6個したら中心部分糸を引っ張って引き締めます。グッと締めて、でグッと引っ張ったら、今回も引き抜き立ち上がりなしで進めていこうと思います。でこの頭をすくうんではなくて手前半目を受けていこうと思います。なので向こう半目と裏のポチッとしているところを取って、針を入れて糸端を巻き込んで編めるようだったら巻き込んで編んでいきます。で糸を持ってきて、同じところに細編み2つで、いつもの円の広げ方で広げていきます。で1つ目のところにマーカーつけます。で1目に対して同じように取っていくんで、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、同じところに細編みを2つで編んでいきます。1、2、手前半目を全部避けて、1つに対して2つずつ最後まで同じように編んでいきます。こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、一番最後のところも同じように細編みを2つ編みます。1、2。そしたらこのマーカー入れてるところが一番最初なので、あとマーカー取って、同じようにこのまま引き抜き立ち上がりなしで、向こう半目、裏のポチッとしてるところ取って、糸を持ってきて、ここから3段目の増やし方なので、1、同じところにもう1つ目を入れて、1つ目のところに必ずマーカーをつけて、引き抜き立ち上がりなしでしていくので、最初の立ち上がりのところがあれば、まあ、分かりやすいんですけど、ないので必ず入れていきます。で次は1目に対して1つ、で次は増し目、同じところに細編み2つっていう感じで広げていきます。ちょっとね、取りにくさはあるんですけど、これでちょっと円を広げていきます。でいつもの円の広げ方で、円の広げ方は微生動画を撮っています。こちらリンクを載せておくので、よかったら見てみてください。まあ、ちょっとその目の入れ方は違うんですけど、増やし方は同じなので、そちらの増やし方で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。好みのところまで広げていきます。はい、こんな感じで底を今回12段まで広げてきています。筋を残して12段で、一番最後は1、2、3、4、5、1つずつ筋を残して細編みで増し目で、10、1つずつ細編み入れて増し目、10、1つずつ細編み入れて増し目の段で終わっています。でサイズはいつものように測って進めていきます。大体にはなるんですけど、直径が19センチぐらいになっています。何か参考にしてみてください。でこれでここからも引き抜き立ち上がりなしで編んでいきたいので、マーカー取って、で向こう半目、ヘラのポチッとしているとこ取って、細編みを1つ目したら、またマーカーつけて進めていきます。ここからも筋を残して、今までと同じところに針を入れて、細編みを1つずつ、まあ、ここからは増し目なしなので、増し目なしで何段間でいこうと思います。で、ここから側面1段目ということで、横にマーカーをつけて、で、側面何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。好みの深さまで編んでいきます。こんな感じで側面編んできていました。で、今回何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21段編んできています。で、ここで持ち手をつけていこうと思っていて、いつものように持ち手をつけていきます。で、このまんま、まあ、ここで決めて、
まあ、そこまでそんなに歪んでないなと思うので、私の場合はこの底を見ていって、まあ、歪んでる場合があるので、まあ、ここで絶対って決めないで、ここをこう歪ませたりとかすることで、まあ、そこは綺麗につくので、まあ、こういうふうに見ていくんですけど、今回はこのままいけるので、いつものように持ち手の位置を決めていきます。今回が1周72目あって、それを2分割にします。で、片面が36目、で36目をさらに3分割にしたら12、12、12で割り切れるので、それで進めていこうと思います。この最初のところに今まで通り引き抜き立ち上がりなしでこのまま細編みを入れます。これが1つ目ということで、マーカーをつけて、で1、2、3って数えて、今回12って決めたので12、筋を残して細編みを編んでいきます。はい、こんな感じに筋を残して12数えて細編みを編んできました。そしたらいつものように鎖編みで1、2、3って数えながら持ち手の長さを決めていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを30目で決めていきます。で、目が入ってないところから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12開けるので13個目、前と同じように向こう半目、で穴ポチッとしているところを取って細編みでつなぎます。で、これが1つ目ということで、また同じように筋を残して細編みを12編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じように12細編みをしてきたら、いつものようにこの半辺で折ってみて、このセットが入っているか確認します。で、大体入ってるなーっていうのを見て、また片方も、もう片方も12同じように細編みをして12開けて、今回鎖編みを30で12同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じようにして持ち手がつけてこれました。で、ここで一番最後のところ編んだら、今までと同じように引き抜き立ち上がりなし、このまま最初のところ同じように入れて、で細編みでずっとまた左側に進んでいきます。で、同じように筋を残して細編みを持ち手のキワのところまで編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のキワ2目残したところまで編んできました。最後から2番目のところ、いつものように取るんですけど、今回は取り方は変わるので、向こう半目裏のポチッとしているところを取って、今回の取り方で取って、細編みの途中を編んだら一番最後も、向こう半目裏のポチッとしているところを取って、糸を持ってきます。で、次鎖編みのところはこの流れでいくと、向こう半目裏山、そこを取って、引き抜きます。で、4本を新たに糸をかけて引き抜き、こんな感じで、あと3点、同じところ来るので同じようにして、で、この鎖編みのところはいつも裏山を避けるんですけど、手前半目を蹴って、細編み、1つに対して1つずつ、ぐるっと1周同じように細編み編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと1周細編み編んできました。で、最初のところ、ここは、この手前から細編みの頭を全部拾って引き抜き編みをして、で、ここから1つ目ということで引き抜き編みを1周最後、ぐるっと編んでいこうと思います。この頭を拾って糸をかけて引き抜き、ぐるっと一周最後まで同じように編んでいきます。この狭めたところも一つに対して一つずつ編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきて、一番最後の目まで針を入れて引き抜きます。で、ここで10センチぐらい糸を残してカットします。で、この持ち手の内側もいつものように編んでいきたいので、この3本束ねておいておきます。で、ステップ抜いて、で、針に糸を通したら最初の目、手前から取って、で、引き抜いて、いつものように目を作るようにして糸始末をしていきます。この出てきたところに戻って、裏に持っていって、一回グッと締めて、周りと同じぐらいの目を残して、裏に返し返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたら糸をギリギリでカットします。カット。この持ち手の中もいつものように一周引き抜き編みをしていきます。この大体中心部分から、今回は外側この目を全部消したので、この細編みの頭全部拾って合わせていきます。で、糸端をまた裏に10センチぐらい残して当てて、残り糸を持ってきます。で、この状態で次の目に針を入れて、糸端を1回巻き込んで、いつものように引き抜き編みをしていきます。糸を持ってきたら引き抜き、これが1つ目ということでマーカーをつけて、で、次の目に針を入れて、次は糸端を外して糸を持ってきて引き抜き、こんな感じで端のところまで引き抜き編みをしていきます。こんな感じで端のところまで編んできたら、ここは筋を残して細編みを入れているところなんですけど、ここは細編み頭を全部拾って引き抜きをしようと思います。引
引き抜きで、ここでぐっと締め気味にして、で鎖編み1つ目ここに針を入れて引き抜き、鎖目のところはこの半目が残っているので半目のところを拾って引き抜きをぐるっとして、で最後のところも同じようにこの筋を消して引き抜きをこのマーカーの手前まで同じように編んでいきます。こんな感じで内側も一周引き抜き編みをしてきたら、いつものように一番最後の目まで針を入れて引き抜きます。でこれで10センチぐらい糸を残してまたカットします。でスッと抜いて、で反対側も全く同じように引き抜き編みを一周していきたいので束ねておいておきます。針に糸を通して最初の目手前から向こうに取って、さっきと同じようにマーカー取って手前から向こうに針を入れて、でこの糸が出てきたところに戻って、でぐっと締めて周りと同じぐらいの目を残して、今カットした糸は右側で、置いていった糸は左側っていう感じで分散させて、編み地をできるだけ崩さないようにして糸始末をしていきます。こんな感じにすっきり仕上がるので内側も引き抜きをすることをおすすめしています。ちょっと手間にはなるんですけど、しっかり持ち手もなるしおすすめです。でこういう糸始末するところも全部して仕上げていきます。こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。でこちらルなんですけど、ルも編み地を崩さないようにして糸始末をしてきてました。でここでいつもやったら表に返してサイズを測っていくんですけど、一番最後にサイズを測っていこうと思います。まあこの出来上がりで仕上げてこのままでも可愛いんですけど、ネットを編みつけていこうと思います。でこういう風に見て、で一応ねこの端のところから始めようと思うんですけど、どっちがいいかな、どっちでもいいか。まあだいたいこの端のところを決めて、で中号のまま編んでいこうと思うんですけど、ここの持ち手の中のところこういう風に辿っていったら 1,2,3 段目ぐらいになると思うんで、ここを拾っていこうと思うんですよ。で拾うとこもずっと決めていきますね。まあ今回横にすくえたらいいなと思うので、まあこういう風にここの糸をすくって進めていこうと思います。でこれでこの左側にずっと進めていきます。で糸は今回セリアで購入しているニューエンジェルコットン、こちらのカラーナンバー10番を使っていきます。 100% 25g 65m 入っています。かぎ針が3個から4号です。こういったのを使っていきます。中心部分から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から1本ずつ糸を取り出して、ちょっと糸が細めなので、まあ、8号で編んでいきます。ちょっと糸を変えますね、あの針を変えます。まあ、取りにくさもあったので、でこうやって糸を裏なので裏に当てて、こういう感じで引き抜きます。で立ち上がりを1つしたら同じところをすくって細編み1つで編んでいきます。糸は巻き込めるようと巻き込んで編んでいきたいんですけど、あとで糸始末しますね。これでマーカーつけていきます。これは細編み1つ目一番最初ということでマーカーつけて、鎖編みを 1,2,3,4,5 で、でここに今目が入っているので、まあ、この細編みの目を見ていきますね。裏からここに入っているので、まあ、1,2飛ばして、まあ、どうかな、この右側に今入れているので、まあ、ここの細編みを見て 1,2 で3個目に入れたいんですよ。なので3個目の細編みの右側ここを見ていきますね。ここを取って取ったら細編みで、細編みしたら鎖編みを 1,2,3,4,5 したら今ここに目が入っているので 1,2 飛ばして3個目、こんな感じで見ていって、で、同じところを取っていきますね。こんな感じで。で、細編みでつなぎます。細編みしたら、鎖編みを1、2、3、4、5って今回決めたので、同じ回数鎖編みをして、今ここに目が入っているので、1、2、3個目の同じところを取って、そこで糸を持ってきて細編み。こんな感じで表にも出ないので、これで進めていきます。で、ここもずっと同じところを取っていけるので、ぐるっと一周同じように、最後まで、ここまで同じように編んでいきます。はい。こんな感じでぐるっと一周同じように編んできました。で、ずっと編んできて、で、反対側のところで終わってるんですよ。で、今回は立ち上がり引き抜きなしで、ずっと立ち上がりのところをしたので、ちょっと段差ができていると思うんですね。で、ここで、
ちょっと一段上に上げました。この段差の分上げて、でずっと最後まで同じように編んできたら、この持ち手の内側のところは同じところについてるかなと思います。この1段目の細編みのところな感じに仕上げてきましたね。でこのマーカーの最初のところの一つ手前のところに細編みをして、で最後2つ残した状態で、次の段も編んでいきたいので、鎖編みを1つして糸をかけて、最初の細編みの頭マーカーのところここに針を入れて、まあ、マーカー取って、でここで糸を持ってきたら長編みで終わろうと思います。長編みをして次の段編みたいなので、この輪っかの真ん中のところにかぎ針を持ってきたいですね。これで進めていきます。で長編みしたら、また一つ目のところ、ここにマーカーをつけて進めていきます。で次にまた鎖編みを1、2、3、4、5、鎖編みをずっと5で編んでいきます。で前段の穴のところに細編みを1つ、で鎖編みを5、3、4、5したら、前段の穴のところに細編み1つ、こんな感じでぐるっと一周同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでまた2段目もぐるっと一周編んできて、マーカーの1つ手前のこの輪っかのところに細編みしたところです。そしたら前段と同じように鎖編みを1つして、糸をかけて、このマーカーついてる長編みの頭ここに糸をかけて、また長編みでつなぎます。この繰り返しを何段か好みのところまで編んでいきます。でここは最初ということで、またマーカーをつけて、で鎖編みを5回って決めたので、5回鎖編みをして、前段の花のところに細編みを1つ、同じようにずっと編んできて、またこのマーカーの1つ手前のところに細編み1つしたら、鎖編み1つ、長編みでマーカーのところにつないで、ずっと好みのところまで編んでいきます。で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで深さ編んできました。で裏を見て編んでたんですけど、本体を表に返してずっとここから編んできていました。でこれで何段だかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段編んできています。一番最後は次の段編まないので、鎖編み5個で編んでいこうと思います。終わりにしようと思います。3、4、5をして、で最初のこの前段の長編みの頭に手前から向こうに針を入れて引き抜き、で出来上がりがこの裏になるので、今見てた方に糸始末をしていこうと思います。で鎖編みを1つしてぐっと締めて、で10センチぐらい糸を残してカットして、で捨てて抜いてぐっと締めて、でこの糸は束ねて一応置いておきます。針に糸を通して、まあ2本ね、同じ感じで糸始末してもいいかなと思ったんですけど、編み地がないので1本ずつこの分散させて糸始末をしていこうと思います。こんな感じで何回かしたら糸をギリギリでカットします。で1本はこちら側なので、反対側にもう1本同じように、できるだけこの編み地っていうか鎖編みの目が潰れないようにして糸始末をしていきます。であと糸始末するところも同じように2本に分けて、で分散させて糸始末をしていきます。ここはねちょっと結び目があったので10センチぐらい残して、真ん中のところに結び目切れるんですけど、ここもカットして分散させて糸始末をしていきます。はい、こんな感じで糸始末を全部して仕上げてきました。で紐を通していこうと思うので、両端を決めるのに、一番最後はね、ネット編みここで終わってるんですけど、ここではなくて、こうやってバッグを、まあ、バッグのね歪みがないところでこうやって置いて、で両端を一応決めました。でこちら端で一応マーカーつけてるんですけど、このね繊維を境にここから入ってここから出てくるっていう形で、いつもの巾着ポーチみたいな感じで紐を通していこうと思います。で紐はまあ、このまま2本取りで編んでいこうと思います。で8号 で糸をこういう風に持って、糸をかけてここでグッと締めます。ここで鎖編みを普通に編んでいきます。1、2、3っていう感じで好みの数鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで2本取りで130目で今回決めました。それを2本編みましたね。でこの状態で10センチぐらい糸を残してカットします。でセット抜いて
で針に糸を通して紐を通していきます。さっき決めた端のところを持って、ここから入ってここから出てくる形で、こういう風にこの線を境に下から上に、で上から下に、下から上にっていう感じで、スーッとぐるっと一周ここまで通していきます。こんな感じでぐるっと通してきました。ちょうど出てきましたね。でこれで1本目通して、次反対側も同じように通していきます。反対側は今こちら側を通したその反対側を持って、今度はこの1本目通ったところと同じところを通っていくんですけど、この紐がかかっているところを見ます。でここから入ってここから出てくる形で通していきます。針に糸を通して、こんな感じ、一応ねカサカサさせながら、まあねこの穴が大きいので指で通して、手で通していっても通ると思うんですけど、一応針に通して紐を通していきます。こんな感じで通してきて、で1本目のところは空いてる状態なんですけど、次は埋めます。埋まる形で進んでいきますね。こんな感じで反対側増したら、1本目が引っかかっている状態で、今2本目は開く状態で終わります。で結び目と結び目を合わせて結びます。で糸がこの紐が太いので、まあ紐の上で結ぶか、この外した状態で結ぶかっていうので雰囲気がだいぶ変わるんで、合わせていきますね。こんな感じで紐の上で結ぼうと思います。反対側も同じように結んでいきます。で結び目と結び目を合わせて、ここでちょっと長めにカットしようと思います。カット、こんな感じで糸をカットしたら、両方でこういう風に引いてみます。なんかいいですね。こんな感じでちょっとサイズを測っていきます。中心部分でだいたい測ると、18cm ぐらい、まあ、ここのね巾着のところも測ろうと思います。自然に置いた状態で28cm ぐらいになっています。で、まちは測っていると思うので、いつものように横幅、そこから何点か測っていきます。だいたい28cm ぐらい、中心部分で 31cm ぐらい、上のところで 32cm、そしてこの中を測っていきます。そしては肩からはかけれないんですけど、腕からかけれるぐらいの長さになっています。 23cm ぐらいです。で持ち手の幅を測るとだいたい 2cm ぐらいです。で糸はポストカードが2玉半使って、メランジェも2玉半ぐらい使いました。そういうところでも何か参考にしてみてください。でこちらは2玉使いましたね。こんな感じで、まあ、色もいろんな組み合わせができると思うので、同じ感じで、まあ、ちょっと大きめで編んでも可愛いと思うし、こういうね、筋を残して、私の場合はこの裏のポチッとしているところも取っていくので、かなりね、しっかり編めます。もっと大きく編んでも、まあ、軽く仕上がるので、まあ、軽いバッグとして作れるので、いろんな大きさで編んでみてください。こんな感じに仕上がりました。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。